西日本では九州を中心に引き続き大雨に対して警戒をしてください。まずひまわりによる雲の画像を見ますと、九州の西海上にまたかなり活発な雲が見えてきました。この後熊本県など九州でも中部エリアを中心に激しい雨になってくる恐れがあります。でさらにこの後九州北部ですが中部の雲西の、東の方に進みまして、四国地方などでもさらに強い雨になる恐れがあります。また近畿地方今はそれほど強い雨にはなっていないんですけれども、この後活発な雲が流れ込む恐れがあります。この後の雨雲の予想をご覧ください。この後動かしていきますと九州付近まだ午後に関しても強い雨雲が流れ込むことが想定されます。その他中国地方や四国地方でも断続的な強い雨となります。九州エリアでは1時間雨量が80ミリ以上、明日にかけてのトータル雨量がさらにこの後250ミリを超える恐れがあります。その他太平洋側ですね、深夜以降かなり活発な雲が計算されています。南からの湿った空気の流れ込みが強まるといったことが影響しているんですけれども、広い範囲での雨の降り方、土砂災害も含めて厳重な警戒が必要です。一方明日になりますと九州の北部雨雲の隙間に入ってきます。前線の方が南に下がるためなんですけれども、ところどころで雨は残るものの一旦小康状態といったところですね。一方九州南部についてはまだ雨の降りやすい天気が継続しそうです。この雨による土砂災害の危険度のデータをご覧いただきたいんですけれども、九州エリアは広くまだ極めて危険といったレベルになっています。九州の南部については危険レベルはなくなってきているんですけれども、明日また雨が降ってきますとまたランクが上がる恐れがあります。引き続き急な斜面などには近づかない、そういった対応をお願いしたいと思います。